どうもおはようございます。ゆうへいです。今日はね、1月2日、もうちょっとね、お正月気分に浸りたいなと思ってるとこではあるんですけれどもね、まあ、なんというか、特に予定もなく、普通にね、時間が過ぎているところではあります。そんなこんなでね、今日もちょっと朝ごはんにしようかと思うんですけれども、最近はね、このオートミールとスープで朝ごはんにしてたんですけども、なんやかんやね、冷蔵庫の中がえらいことになってきて、これらをねちょっと食べないといけないなということで、このメカブもね、明日までなんで期限が、このメカブと、あとはここにね豆腐があるんですけども、この豆腐も期限が明日までなんで、じゃじゃん。というわけで朝ごはん完成。豆腐とめかぶだけにしようかなと思ったんですけども、なんかねちょっと寒いなと思いまして、インスタント味噌汁も用意しました。七味をかけて。さあ、それでは今日は初詣にね行こうと思います。平岡神社というところに向かってるつもりなんですけどね、最初はね石切神社に行こうかなと思ったんですよね。前に生駒山に登る動画を上げてるんですけども、その時に石切神社ちょっと寄ったんですけども、ほとんどね見てなかったので、石切神社行っておでんでも食べようかなとちょっと思ったんですけども、地図を見てたらこの平岡神社ですね、それが見つかったので、まあだったらやっぱり行ったことがないところに行ってみてもいいのかなと思いまして、今ね平岡神社に向かっております。それにしても思いっきり住宅地の中を爆心中です。ちゃんとね目的地に向かってるのは間違いないんですけれども、しかし結構暑いですね。空はね結構曇ってるんですけど、僕なんかヒートテック着てて、これがめちゃめちゃ効いてる気がする。めっちゃ暑いですね。さあ、あそこに山が見えてきました。あの辺りなんでしょうね。平岡駅ですね、ここで降りたら早かったと。平岡神社到着。すごい人っすね。一礼してから入ります。なんか食べたい気分にはなりますが、お腹減ってないな。さあさあ、無事にねお参りすることができました。それなりに人はいましたけども、まあ行列ってほどではなくてね、ちょっと並んだだけで済みましたね。5円玉がなくてね、100円玉をこう投げたんですけれども、まあきっちりね100円分深々と頭を下げて、お願いしてまいりました。まあまあ良かったです。それにしてもチャリンチャリンチャリンってこう綱をさ、カランカランってするやつがね、コロナでなくなってしまってるんで、それがないのはちょっと寂しかったですけれども、まあまあ無事に終わりました。今ここね平岡公園っていうところでちょっと休憩中です。じゃじゃん、おみくじを買ってみました。ちょっと開けてみましょう。さあさあ、まさか今日が出るとは思わなかったですね。今日って僕初めて見たかもしれない。大吉はねちょいちょい出るイメージがあるんですけれども、今日って自分が出したこともないし、周りの人が出したのも見たことないような気がしますね。いやー嫌な感じっすね。なんかね、僕他の動画でもねちょっと前言ったんですけども、なんかね占いがね今年最悪の運勢だったんですよ、とある占いで。でなんかな、そのイメージが残ってて、その嫌なイメージをね払拭するためにもっていう気持ちでねちょっと挑んだおみくじだったんですけれども、まさかの今日ということでね、なんかこう逆風を
感じておりますが、2023年大丈夫なんでしょうか。まあ初詣もね、まあ行ったことですので、正月気分もねここで終わりですね。昨日はまあちゃんと何と言うんでしょうか、おせち料理を食べて、お雑煮食べまして、そして今日ね、初詣行ったのでもう OK ですね。正月気分はもうこれで終わり。この後からはまたね日常に戻ってどうしようかなという感じですね。まあこんな感じでね、2023年のスタートは微妙に逆風を感じてはおりますが、まあね、雨にも負けず風にも負けずちょっとやっていこうかなと思うところでございます。こんな感じでね、このチャンネルでは僕の日常の動画をいろいろと上げております。以前はねドイツに住んでいたのでドイツの動画を上げておりました。そしてその後日本に戻ってニートの動画を上げてます。そしてその後実家を出てですね、大阪で一人暮らし、無職なんですけどね、そんな感じの動画を上げております。そしてこれからはね、2023年、ちょっとね逆風の中始まったわけではあるんですけれども、雨にも負けず風にも負けない動画をね上げていきますので、もしよかったら他の動画も見ていただいて、このチャンネルの続きが気になる場合はチャンネルしていただけますと嬉しいです。はい、そんな感じで今回の動画はこの辺で終わろうと思います。それではまた次回の動画で、バイバイ。また別のおみくじ引くか。